やりたいことがどうしても見つからない時の特効薬を紹介しますはいこんにちはライフコーチのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介していますマックスと一緒にねはいということでどうでしょうちょっと僕今日眠いんですけど頑張りますね、えー、どうですか皆さんやりたいことを仕事にしていますか 自分の好きなことをいい別にね好きなことを仕事にしなければいけないとかやりたいことで働かなければいけないということではないと思うんですよ。別にいろんな働き方いろんな生き方があるのででもサラリーマンの時の僕は猛烈に自分らしく働きたい自分がやりたいことを仕事にしたいって思っていたんですよ。でもね全然見つかからなかった 5年間見つからなかったなぜなら25歳までなんやろいい大学に行っていい会社に行ってそこで出世することが 人生のの唯一のレールやと思っていたからでそのレールしか見ていなかったそのレールを早く進むことしか考えていなかった他のレールを進もうとか自分でレールを作ろうとか考えたこともなかったそんな人間がいきなり25歳になってそのレール以外で自分がやりたいことを見つける自分がやりたい働き方を見つけて自分でレールを作るって。 これななかかか難しかったんでによ。本当に,本当に5年間考えて本屋行ってセミナー行って何やろういろんな人と話していろんなことやりましたよ。でねその時にあることをやったんですよ。あることをやって自分はこういうふうに生きていきたいそしてこんな働き方がしたいっていう人生の大きな柱生き方の柱っていうのが見つかったんです。 だから今日はやりたいことがわからない好きなことを仕事にしたいと言っているあなたのためにやりたいことを見つけるための特効薬を紹介しますこの動画を最後まで見ていただけたらどんなふうに生きていきたいのかそしてどういうふうに働いていきたいのかっていうのを見つける方法が分かります。とににかかくその方法を見つけけるきっかけに 方法を見つけるではなくてやりたいことを見つけるきっかけになると思いますので最後までご視聴ください、えー、このチャンネルではとにかくあなたがあなたらしく生きるための考え方や行動習慣そしてライフスキルを全力で眠い時も頑張って <laughs> 紹介しています、えー、よかったらチャンネル登録ボタンをポチッと押してくださいあと SNS でも毎日発信してますので、えー、よかったら概要欄からつながってくださいちょっと飲もうか そうなんですよね、むい。あ、ちょっと、ちょっと切れちゃった。すいません。 あ、あ、繋がりますかか大丈夫かな、うんまあ、眠いけれどもね朝ね9時までダラダラしちゃったらその日一日がダラダラしちゃうからやっぱ朝9時までは毎日やると決めたことをやるこれねめっちゃ大事やなっていうのを40年の経験で分かりました、まあ、僕にはねそれが当てはまるのでやると決めた時に、まあ、眠いけれどもやる、うん、やりますよで今日のテーマはやりたいことが見つからない時の特効薬ですよねうーん 本当に見つからなかった。で何をやったのかもう言いましょう。さっきね、これです。これやりたいこと見つかったら嬉しくないですか。ね、僕は本当に見つからなかったんでこれを見つけた時はね、もうもうなんやろ、真っ黒の世界に一筋の光がポンってこう向こうに光が見えたからそこに向かって進んでいくというようやく先が見えるから一歩前に踏み出せるっていうそんな感じだったんですよ。ちょっとね余談長いけど、はいこれ。 街でイベントをすることで自分がどんな風に生きていきたいのかそしてどんな風に働いていきたいのかっていうのが僕は分かりました。えー、振り返れば22歳になってこの和歌山に来てで社会人デビューでダンスを始めました。 ストリートダンスです。ロックダンスっていうやつですね。今まではねやろ、スポーツしかやってきていなかった人間、ミスチルとかね、アイコとか、サザンオールスターズとか聞いてた人間が、ダボダボの服を着て、えっ、ー、と、なんやろ、エミネムとかね、な、え、ん、ー、や、えー、とファンクとか、えー、ジェームス・ブラウンとか、そんなのを聴くようになったということなんです。まあ、社会人デビューで、まあど、どこで練習したらいいやろうということで、和歌山でね、あ練習してる場所っていうのがあって、それはね、和歌山市駅やったんですよ。和歌山市駅が、ね、夜 ね、あのー、ビルの窓がね全部ね鏡に変わるんですよね。でそこに向かってもうダンサーがねみんな練習をしてるということを聞き出してで僕和歌山に引っ越してきて、まあ、1週間後かな1週間経った時にあちょっとなんかふわふわしてるなふわふわしてるな横でな。 まあちょっと頑張ろうこんな時にもそのビルに向かって、まあ、みんな練習してるということだったから僕もそこに行ったんですよそういったらね、まあ、僕よりも年のちっちゃい子がみんな一生懸命練習してるんですよね、えー、なんやろちイヤホンつけて練習してる人もおれば髪出して振り付けを考えてる人もいるしなんか音楽かけてみんなでセッションダンスバトルやってる人もいるというふうな感じでね、まあ、僕もドキドキしながらそこで練習してたんですけどまあ全然年も違うんですけど自然に仲良くなるんですよねまあ、どこで、えー、生まれたとかねどんな音楽ね 音楽聴いてててんんんのののとか今どんなダンスの振り付けやってんのって自然に仲良くなって一緒に練習したりするようになったりとか何かダ,ダンスのイベントがあったらそのダンスのイベントに向かって一緒に振り付け考えてそしてダンスのイベントも出演するようになって、まあ、ちょっとずつね仲良くなっていったんですねやっぱ一人で練習するのやっぱあのつまらないしインスピレーションが湧かないんですよねでいろんな人と練習してたらいろんなスタイルとかを見ることであこんなスタイルいいなあんなスタイルいいなってことで自分のやる気も上がるし自分がこういう風に踊っていきたいっていうそのダンスのスタイルもこう明確にな である日突然ですよ和歌山市駅がダンスの練習が禁止になったんですよ。まあ、夜遅くまでやってるとかやろこう通行する人の迷惑になるとかゴミが、えー、ステップなしになっ,たなっていたとかねいろんな要因があるんですけれども、まあ、何しかそこでででダンスができなくなくったんですよで今までそこでみんな集まって、えー、練習してたんです ですけどそのたまり場がなくなってこう和歌山点でバラバラになったんですよね。うんでそこからねなんかダンスをやめる人も出てきたりとか1人で練習しててもねなんかこう寂しくなってなんかインスピレーションが湧かなくなったりとかしてねこう若者の,の活気っていうものがね、まあ、ダンスのシーンではグーンってこう下がっていったんですよね。でその時にね和歌山のダンスの当時のボスボスが、えー、このままじゃあかんと。和歌山、ね 活気を取り戻さなあかんこうダンスを通じて、えー、ダ,ンスをでダンスでつな、えー、がれる場所を作りたいしダンスの地位を向上させなあかんとでこう。何よりも若者の活気を取り戻したいっていうことを熱、まあ、く語ってくれたんですよ僕らに。でその思いに惹かれて、えー、10人ぐらいかなギュッと集まって。 こうダンスを通じてストリートアーティストも集めてダンスだけじゃなくてね DJ さんとかグラフィティとかスケボーとかみんなを集めてこの和歌山のストリートど真ん中でイベントをしようっていうことをねあの企画したんですよ、えーまあ、僕たち普段はね、まあ、僕はねスーツ着て仕事してたけどほとんどの人はまあス,ーツ着スーツとか着てないですよでいろんなとこで仕事してるけど、まあ、企画書とかも書いたことない連中が多いですよ でそのメンバーで、ね、夜な夜な作戦会議をして企画書を作ってお昼間に、ね、あの中小企業の社長さんに、ね、アポイント取ってプレゼンをするんですよ。こんなイベントしたいんですと今こういう問題があるからあの若者の活気を取り戻したい若者のエネルギーを使ってこの和歌山を盛り上げたいんですっていう思いを、ね、プレゼンしてそんなことをやってたんですよ。でね、そういういい活動をしている中で 僕自身もものすごい刺激があってやっぱそういろんな働き方いろんな生き方をしているプロフェッショナルとね触れ合うんですよねでただ触れ合うお話しするだけじゃなくて一緒にイベントを作ったこの経験がでかかったですねこの一つのイベントを作るという目標の中でいろんなプロフェッショナルが集まってデザイナーさんとか中小企業の社長とか建設,建設会社の社長とかねそれでストリートアーティストとかねいろんなアーティストいろんな、えー、と働く人プロフェッショナルと集まってあーでもないこうでもない ないいってて言いながらイベントを作っていくその過程の中であこんな働き方あるんやあんな生き方あるんやこんな考え方あるんやこんな視点があるんやっていうなんか自分の世界が広がったんですよねでそれまではやっぱり薬を販売する医療業界で仕事をしていただから何やろう出会う人はねやっぱり価値観がね固まってくるんですよねまあそれがいいとか悪いとかじゃなくて会う人みんない,いつも一緒やし <laughs>、ね、あの医療業界というのは狭い業界だから考え方とか生き方っていうのももうなんかもう なんんかもう狭いんですすよよそれがいいとか悪いととかか悪じゃないんですよでも僕はその中で自分の生き方とか働き方が見つからなかったんですよ5個上10個上15個上の課長部長支店長の人生を見た時に僕がその人生を歩みたいかっていったら僕はノーやったんですよその人はそれで幸せだと思いますでも僕はノーやったんですよだからそこのレールにはないそこの世界にはないということだったんだけどそういうダンスを通じたイベントを主催そして企画することでいろんなプロフェッショナルと出会い今までねカレーライスおいしいなとかいろんなイベントにただ参加 それだけやったのがそこをクリエイトしてる人たちと出会うことでクリ,エイトクリエイターの目線で生活できるようになったんですよね。あこのみかんジュースは今までただおいしいなというだけやったけどまる農園のまるさんが作ってるみかんジュースなんやとかねあこ,のこの日本酒はまる酒造のまるさんが作ってるんやとかねそうなると味わい方が変わってくるんですよね。 でそういう中でクリエイター目線で日常生活を送ることであんな生き方もあるんやこんな生き方もあるんやこんな働き方もあるんやっていうふうにね見えるようになってきたんですよ。でその時に自分ははっきりと自分の生き方自分の働き方が見えたそれは自分は僕は選択できる人生を歩んでいきたいと思ったんですよ。好好好好ききききなななな時に好きな人と好きなことこを好きな場所でやって 生ききていきたいた自分で全部それを選択したいと思ったんですよ。はい、でサラリーマンとして働いていたら働く場所は選べないお前沖縄行けって言っ沖縄行かなあかん働く,働く販売する商品も選べない毎月ノルマがあって売たりたい売りたくないじゃなくて売らなければならないんですよ。誰と働くかも選べないいんですよねはい だから何時に働くかさえも選べないもう決まってるんですよ出社時間もねでそうじゃなくて好きな時に好きな人と好きな場所で好きなことをやって生きていきたい自分が選んで自由に生きていきたいそういうふうに思ったんですよでそしてこの和歌山でこの町と一緒に成長していきたい何もない何もないって言うけど何もないっていう 何もない場所だからかこそ何かを生み出そうっていうエネルギーものすごいでかいんですよそういうプレイヤーがいっぱいいるそういうプレイヤーと一緒に働いて一緒に生きることで自分自身も成長したいし自分自身もワクワクしながら働いてそして生,きて生きていきたいってそう思ったんですよはいそれで自分の人生のなんか大きな柱が見えたと思います僕はこの和歌山で起業したいこれがまず大きいですね和歌山で起業したい そこがまず大きな柱を見えてそしてそして和歌山で起業して自分が選択できる人生を歩みたいっていう風な生き方も見えた働き方と生き方が見えたんですよでどんなことで起業するのかっていうのはそこからまだ吸ったもんだいろんなことがありまして、まあ、うつ病の薬を販売していたらうつ病を治すよりもうつ病をなくすことが大事じゃないかといつも言うということですよねでうつ病をなくすためには社会に出る前の教育が大事だから僕は、えー、この和歌山でライフスキルつまり生きる力を学ぶ 食べる学校を作ろうと思って今やっているということなんです。で、それをね。あの見つかった。きっかけの大きなきっかけの一つが街でイベントをするということなんです。 町でイベントをすることでこの町で生きているプロフェッショナルと出会った出会うだけじゃなくて一緒に喧嘩もしたり一緒にこうねああだこうだ試行錯誤している中で本当にその人の価値観であったり視点であったり生き方っていうのに触れることができたその中で自分の生き方が見つかったってことなんですそうだからやりたいことが見つからない時っていうのは町にダイブしよう 街のイベントをするっていうのは結構ハードルでかいから街のイベントに参加するっていうことでも OK だと思うんですよ街のイベント、街のコミュニティいろんなコミュニティがあると思います自分が興味があるコミュニティに飛び込んでみてダイブしてみてそしてその人たちとあーだこーだ話して自分の思いとか話してで生き方に触れることで新しい自分の道新しい自分の働き方っていうのが見えてくるんじゃないかなと思います街のイベントに参加しよう街でイベントをしようそして街にダイブしよう これが、えー、やりたいことを見つけるための特効薬でした。 はい。ということで、少しでも参考になった、勉強になった、おかっち、今日も頑張ってるねという方がいたら、えー、いいねボタン、高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。えー、まあ、悪いねと思う方は、低評価ボタンでもいいので、何かしら,評価,、えー、かしら評価をしてもらえたら嬉しいです。えー、こんな感じで、このチャンネルは、えー、あなたがあなたらしく生きるためのライフスキルを全力で紹介しています、えー。興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。はい。頑張った。 エンドそれではワンダフルな一日をお過ごしください。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとう。バイバーイ。